ヤギ麦は小麦及びその他の穀物とともに小麦連に分類される一年生の稲科雑草である一室4倍体で2セットのゲノムを持つアメリカが衆国原産ではないが19世紀末に導入されてから雑草として深刻な問題となっている冬小麦との関係によってこの種を制御することは非常に困難である節が冬小麦の種子と形状及び大きさが 似ているだけでなく、共通の遺伝的特徴を持つため冬小麦に影響せずヤギ麦のみを除去するような除草剤は存在しない。このことがヤギ麦が原因となる冬小麦の収量と質の低下の解決を困難にしている。ヤギ麦は南ヨーロッパ及びロシア原産の冬型一年層であるが、現在は少なくとも23種が世界中に分布している。 アメリカ合衆国では西部及び中央部に広く行き渡っており、問題雑草とみなされている。アメリカ合衆国には何度か異なる地域に導入されたが、おそらく19世紀末にロシアからのメノナイトの移住者がトルコ冬小麦をカンザスに持ち込んだ時ではないかと考えられている。ヤギ麦と冬小麦は遺伝的にともに寒い大陸性気候でも生育できる形質を与える。 D ゲノムを有していることから、交雑が可能である。どちらも C3 植物であり、似た生物季節と成長速度を示し、同時に発芽さえもする。ヤギ麦はまっすぐたったかと無謀でザラついた、方へを持ち、それぞれの個体は50の立った花柄をつけることができる。いわゆる小麦及び、ヤギ麦は無柄の小棒を、果軸の両側に交互に生じる過剰を持つ。 それぞれのコボには二粒の種子がある。種子は赤茶色をしており、コボが破れる真夏に成熟する。これらの種子は、方 A の A 及び内花 A に接着していることから、節から種を除去することは困難である。ありがとうございます。